ルちゃん、これって…うん、古のオルタナさんが言ってた夜に咲く花だと思う。だよね。でもナイトシードはベルルちゃんが魔法で消したはずなのに。何か関係がありそうですね。説明は向かいながらで。急ぎましょう。こっちの月はすげえな。餌になったビーストどもに感謝しろよ。ま、これからもナイトシードにはエネルギーが必要だし、お前らも餌にしてやんよ。ナイトシード？種がお花を咲かせたってこと？それはありえませんわ、つむぎ。ナイトシードはベルルさんの魔法で。あ、お嬢ちゃん、察しいいね。誰がナイトシードは一つしかないなんて言った？そんなこと誰も言ってないよね。考えましたわね。うん、もっと褒めてくれてもいいんだぞ。姉ちゃん、どうしよう。お兄ちゃんもいないし、私、怖い。安心してくださいませ。紬には私がついておりますわ。姉ちゃん、ありがとう。はい！それにこの感覚、ののさんと小春さんもこちらに向かってますわ。キャプテンさんも一緒だと思いますの。だから紬、心配無用ですわ。でも、私たちを餌にするって。あ、それですわ、紬！まだ餌が必要なら完全体ではありませんわ。だとすれば、今ならまだ阻止することが可能。察しが良すぎるのは、早死にのもとだぜ。遅くなってごめんなさい。キャプテン、みんな無事です。また増えやがった。こっちの身にもなれっつうの。皆さん、聞いてくださいませ。ナイトシードから咲いたこの花は。くらえ、お前ら全員切ってやんぞ。なんですの？ガデナの魔法？何も起こりませんわ。ダメージも。あ、紬、大丈夫ですの？紬？キャプテンさん？ののさん？どこですの？キャプテン、レイ、みんな。ビースト気分でも味わいな。ガデナ、お待ちなさい。皆さんをどこへやったのです？バーカ、教えねえし待つわけねえだろうがよ。そんな、皆さん、どこ？ナイトビースト、こんな時に。紬、どこですの？キャー！え？
どういうことですの？私、何もしておりませんのに。自滅？いいえ、私でない誰かが。そうですわ。皆さんが消えたのでなく。ビーストどもに感謝しろよ。あ、エネルギーを吸収して成長している。あ、皆さん、攻撃してはいけませんわ。倒せば倒すほどあの花がと言っても聞こえませんのね。ガデナのキルとはこういうこと。どうやって伝えたら、スムギ、キャプテンさん。それよりも、雑草を枯らすには根元から、私一人でも、皆さんを、月森町を守るため。あの花の幹は、見たところ、海岸近くの廃美術館。方向音痴の私一人でたどり着けるのでしょうか。情けないですわ。私としたことが弱音など。西園寺家の辞書に方向音痴など不要。必ずたどり着いてみせますわ。何かにぶつかった気がしたけど。うん、今はそれどころじゃない。やっぱり成長し続けてる。どうなってるのかわからないけど、早くあの花の元へ行かなくちゃ。他から見えた花の中心部はこの辺りのはずだけど。こんなところにもナイトビースト。やっぱりここで間違いない。でも私一人だけじゃ。この辺りですわ。この辺りにあの花が。この建物、見覚えがありますわね。って、学園じゃありませんの。落ち着くのです、レイ。方角は間違っておりませんわ。それにここなら、誰かに書き置きすることが可能。我ながら見事ですわ。どなたかお気づきになられてくださいませ。で、どういうことですの？文字が消えていく。そんな魔法みたいな。あ、魔法。これもガデナの魔法の効力ですのね。スマホもダメ、書き置きもダメ、言葉も通じない。目的地に向かえば別の場所。八方塞がりとはこのことですわ。はあ、よく小春さんのシュークリームをいただいたこの場所も、今ではもう、いつもの場所ではありませんのね。食べても戻ってしまうシュークリーム。こればっかりは、きっと小春さん、喜ばれますわね。本末転倒のサプライズですわ。
本末転倒。そうですわ、考えようによってピンチもチャンス。おはっはー、私が仮に方向音痴ならば、目的地へ向かわなければ良いだけ。あの花の元へ向かうのではなく、目指せばいいのですわ。あえて光栄を。どうしてこうなるんですの。私の推論に基づく完璧かつ華麗な作戦でしたのに。もうなんでですの。猫の鳴き声？動物なら私のことがわかるはずはありませんわね。ここも紬と一緒に猫と遊んだ公園、今では違って見えますわ。紬も今は一人ぼっちですのね。姉ちゃんどうしよう、私怖い。安心してくださいませ、紬には私がついておりますわ。姉ちゃんありがとう。こうしてはいられませんわね、紬に寂しい思いをさせるなど。天使が砕け世界が滅びようとも、この西園寺家の霊が許しませんわ。何も考えず、ただあの花のもとへ向かうのみですわ。やっぱりこっちの気がしますわ。攻撃してくる様子がない。そうか、あの花を守ってるんだ。やつらそこまで考えてなんかないない、アホだしよ。その声はジース、ガデナでーす。違うか、バカなオルタナたちに圧勝必勝最強のガデナでーす。みんなが消えた。私たちに何したの。何を切ったっていうの。自慢してやりてえとこだけど、こればっかりは言えねえな。じゃあ聞いたない。え、だって言えないんじゃなくて、言うほどのこともない魔法ってことでしょ。んなわけあるか、なめんじゃねえぞ。あ、もしかして自分でも説明できない、よく知らない魔法なんだ。そっか。はん、そんなん知ってっし。たく、バカにすんじゃねえし。引っ掛けだよ引っ掛け。お前を試してみただけで説明くらいできるっつーな。じー、ほんとかな。口だけなんじゃないのかな。だったら説明してやんよ。やった、作戦成功。切るっつったらわかるだろ普通。概念上お前らを切ったってことだろうがよ。よくわからないけど、すごーい。だろう、こんなすげえ魔法シャドウスフィアでも他にはねえぞ。うんうん、それからそれから。要はだ、お前らは見えも聞こえもしなけりゃ痕跡すら残せねえように切ってやったんだ。すげえだろ。パチ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 。んだよ、照れるじゃねえか。こんなの常識だっつうの。いいか、だいたい私の使命はな、お前を派手にぶっ殺して
セレネの灰やアディレから奪い取った狼の力でさらに紡がれたナイトコクーン。そのナイトコクーンから生まれたナイトシードが成長して咲いたこのナイトメアを月まで届くくらいでっかくすることなんだぜ。ナイトメア、この花の名前。そんなすごいことできるんだし、私たちにかけた魔法だって簡単に。そりゃ解けるわけないだろ。私も知らねえし。まあ方法があるとしたら、私が死んだ時くらいじゃねえの。ま、死なねえけど強えし。ありがとう。それからごめんなさい。はあ？何言ってんだてめえ。魔法の解き方を教えてくれたことへのお礼と、騙していろいろ聞き出したことへの謝罪。あなたを倒せば魔法は解ける。お前ものすごく賢くね。いや、そんなの言われたことないけど。くそー、オルタナにはこんな頭のいいやつがいるなんて計算外だったぜ。くー、どうしてまたまた学園に戻ってしまいますの。あ、皇帝の方からですわ。ナイトビーストの気配ですわ。皇帝急がなく。はあ、さ、サテライト、間に合ってくださいませ。間に合わぬ。うちの候補生に何してくれるんだ。あれはダリア先生ですわ。はっ、ほう、はっ。そうか、忘れ物を取りに来たのは偉いぞ。だが、あの花が突然現れた今、覚醒していないオルタナ候補生にとって暴挙の至り、危険を顧みぬは勇気にあらず。え、花、見えない？そうか、やはりナハトの仕業か。そうですわ、ダリア先生ならば私たちの状況を理解してもらえるかもしれませんわ。今日はもう帰りなさい。寄り道などせぬように。駆け足。我に先見の明あり。瞳学園での住み込みこそ崇高なる天命。ダリア先生、私のことお分かりになりませんこと。新たな気配が。ダリア先生、見えなくとも私の気配を感じて。やはりまだいたな。ナイトビーストの気配でしたのね。攻撃せずともナイトビーストを倒してしまう。我を縛りし漆黒の封印が解けたようだな。やったー。そんなこと本当にあるんですの？やっ！もうさっきから何ですの？どんどんと。お、トントン。あ？そうですわ。私にも、ダリア先生にも共通して見えるもの。ナイトビーストの消滅。消滅を利用し、モールス信号で魔法を音送れば、ナホトの仕業と気づくはずですわね。
量に。ちょうどいいですわ。届いてくださいませ。さっきからどんどんとリズミカルにナイトビーストが消滅していくぞ。我の姫し力にしてはポップすぎでは。いや待てよ、これには何かの法則が。そうか、そういうことか。モールス信号とは私好みの方法だ。やりましたわ。さすがダリア先生ですわね。一切わからんが、モールス信号はかっこいい。内容が大事ですのに、どうしてどうしてですの。こうなったら強行手段しかありませんわ。しかしですわ、ダリア先生に伝えるためとはいえ、私が悪事を悪など。モールス信号、モールス信号。えい、うやー、くすぐったい。誰だこんな真似をするやつは。くー、不愉快だ。帰る。わかってくださいまし。言ってしまわれましたわ。いけませんわ。また大きくモールス信号でナイトビーストを倒しすぎましたわ。諦めてはそこで終わり。今度こそ花の元へ。はあ、私一人では何もできませんのね。諦めることも必要なのかもしれませんわ。猫、紬。姉ちゃん、ありがとう。紬、ごめんなさい。一緒にいると、守ると約束しましたのに。あんなに集まって猫たちは楽しそうですわ。紬がいれば猫たちと一緒になって遊んでいたかもしれませんわね。猫さんたち、見えないかもしれませんが、せめて一緒にいさせてくださいまし。一人はもう嫌で。もう、何ですの？何度ぶつかれば気が済む。あ？はあ？あ？え？どうしてこんな簡単なことに。見えないだけで誰かいますのね。どこですの？私はここですわ。見つけましたわ。え、手を握られ。お待ちくださいまし。手のひらに何か書いて。レイちゃん。レイちゃん、つむぎ。うん、私つむぎだよ、レイちゃん。よかった。レイちゃん、すぐ道に迷っちゃうから、ずっと探してたんだよ。やっと会えましたわね、つむぎ。やっぱり一人じゃかなわない。
ああ、ゾロゾロと。ちっ、頭痛くなってくんじゃねえか。ガテナ、やはりここが正解でしたのね。皆さんを感じますわ。とても心強いですわね。一人でないのは。ああ、もう、ごちゃごちゃ考えんのやめ。要するに、全員ぶっ倒しちゃいいんだろ。全員倒して、ナイトメアに餌やって、月まで伸ばしちゃ、はい、おしまい。アドはニドルに任せて行案待ち。なんだよ、簡単なことじゃねえか。ナイトメア、ニドル？ちょうどいい。餌が目の前にゴロゴロ嫌がるじゃねえの。ガデナ、何度も負けて逃げているあなたが勝てるとでも思いますの？私よりバカみっけ。お前らいくらいても互いに見えねえんじゃ。一対一だろ？負ける気がしねえ。それともあれか？適当に攻撃して同士打ちにでもなりたい気分？決めた。まずはお前から餌にしてやんよ。はぁ、あの声は、我が名はエターナルダリア。誰がいるのかわからないが、遅くなった。遅くなりました。じゃん、ペルルだよ。ペルルが魔法でこちょこちょといたずらしたのかと思ったが、いな、いな、メッセージ受け取ったぞ。私の絶対的直感と深淵なる英知によって通じたんですのね、あのメッセージ。おみゃ、理事長のおじちゃんが気づいたんじゃないの？それはいいか、ペルル、国家レベルの機密、皆には秘密だ。はい、秘密にすよ。そこの貴様、うちの生徒に危害を加えるなど許さん。あんま生きってとボコボコにすっぞ、ちびっこちゃんよ。私はベルルより大きい。ふみよ、また会ったな、フォンテーヌのクーズ。ねめめ、あたちもメイヤお姉ちゃんもクズじゃないんだかよ。大した魔力もねえくせに上等じゃねえか。いや、お姉ちゃんたちにかけた魔法、あたしが解いてみせよ。ベルル、できるのか？したことないけど、あたしやよ。ベルベル丸丸たやみんぽ、へへい。ツー、スリー、フォー。最後は、キュピーン。踊り？なんだそりゃ、クズの上にアホかよ。ふみゃん、あたちには無理かもしれない。ベルルさん、一人じゃありませんわ。ふみゃん、頑張れ、ベルルちゃん。ふみゃみゃ、なんだかあったかい、お姉ちゃんたちというみたい。ベルル、思い切り行け。自分を信じるんだ。そして仲間を。さあ、決めた。やっぱ最初にやるのはベルル、てめえだ。見えなくても、私たちがついています。ベルルさん。ねえ、やゆ。ベルベル丸々パヤミント。やりましたわね。やば。